化粧水と乳液、保湿クリーム。ニーナ、忘れ物はない？はい、3回見直しましたので大丈夫です。ゆっくりと骨休めしてきてよ。本当は私だけが温泉に行くのは心苦しいんです。おいおい、今さら何を言ってるんだよ。温泉行きたかったんだろう。でもいいな、私はみんなに修学旅行に行かせてもらったわ。今回はあなたの番。楽しいお土産話を持って帰ってきて。楽しみにしてるよ。姉さん、みんなありがとうございます。行ってきます。さて、遅刻しないよう萌え所に行きましょう。いいなあ、温泉旅行。温泉ライブとか映えそうじゃない？温泉なら普通に休ませてくれよ。まさかマリアとアイリーンがあんなに温泉が好きだったなんて知らなかったわ。ヘリで移動じゃないんですね。皆さんも集まっています。お待たせしてすみません。こんにちは、ニーナさん。昨日はよく眠れた？はい。東條さんは？楽しみすぎてろくに眠れなかったわ。気持ちはわかります。皆さん、今回はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あら、キリュウさん、お面は？今回は慰安旅行ですからね、少し開放的にしてみようかと思いまして。いいですね、羽を伸ばしていきましょう。楽しい旅行にしようね。ムナレのところもあるかと思いますが、よろしくお願いしますね。日本の文化にはそこまで詳しくない。案内を頼む。おーい、待たせたな。え、どうしてアサミさんが？ムーアから聞いているだろう。この温泉旅行の主催者が私だって。だけどどうしてここに？もちろん引率だ。車の運転は私に任せろ。これから向かう温泉はセラフ部隊の保養施設なんですよね？そうだぞ。美容健康、内身切り傷、血行促進、代表的な効能を網羅している奇跡の温泉だ。どうして車で移動なんですか？そういえば保養施設でしたら、確かヘリポートも整備されていましたね。その方が旅行気分が味わえるだろう。そうか、これが日本の作法か。わざと時間をかけて目
的地へ向かう。なるほど、これが最初のトリックとなりそうですね。殺すぞ。すみません、日本の旅行らしくて素敵です。さあ急ぐぞ、車に乗り込め。時間は有限、急がないと温泉が逃げちまうからな。ニーナさん、どうしたの？いえ、こういう旅は初めてのことなので、少しワクワクしています。姉さんや妹たちに楽しい思い出話を持って帰れるといいなって。よし、着いたぞ。お前ら車から降りろ。着いたって…テルメはどこだ？保養施設が見当たりませんが…ここから2時間ほど歩くぞ。うわ、そうきたか。慰安旅行ですよね。なるほど、これから向かうのは奇跡の温泉。その効能を最大限堪能するため、あえて体を疲れさせるのね。いや、この先は車じゃ通れない山道なだけだ。あ、多分キャンサーも出てくるからちゃんと準備しとけよ。慰安旅行ですよね。一汗かいた後の温泉は最高だぞ。休暇中にキャンサーを殺せるのか、望むところだ。それ休暇じゃありませんよ。しかし、こうして基地から出てしまった以上、戦う準備はしなければなりませんね。さすが先輩部隊、分かってるじゃないか。僭越ではありますが、先輩部隊の私が指揮を取り。待った、そんなの面白くないな。せっかくの混成部隊になるんだ、もっとチャレンジしていこうぜ。上官とは思えない発言。誰でもいい、さっさと俺にキャンサーを殺させろ。間違ってもマリアさんはリーダーにしないでください。お願いします。どうやら私が部隊を率いる時が来たようね。諜報員の豊富な知識でみんなを導いてみせるわ。そうだな、誰にするかな。よし、大島ニーナ、今からお前が臨時部隊長をやれ。え、私ですか？お前一番キャラが薄い。失礼すぎませんか？そう言うなら証明してみせろ、お前の個性ってのをな。ええ、見せてあげますよ。美しくこの部隊をまとめて温泉まで導いてみせますとも。さあ、温泉を目指して進みましょう。
の方向、キャンサーです。私もサポートします。ニナさん、指示を。はい、総員、戦闘準備。邪気を払いましょう。なかなかだったのではないでしょうか。全体をよく見て指示を出してくれていたと思うわ。いつも姉さんの背中を見ていますから。そうですね。いいでしょう。よろしく。十字の方向にキャンセルが見えるね。殺してくる。マリアさん、待ってください。ニーナさんの判断が先です。ちニーナさん、どうする。そうですね、アサミさん、今は保養施設までどれくらいの距離を歩いたところですか。まだ半分も進んでいないな。そうですか。向こうはこちらに気づいていません。不要な消耗は避けて進むべきですね。普段の紹介とは違い、バンチに備え体力の配分には気をつけておいた方がいいでしょう。テルメのためか、仕方ない。あのマリアさんがおとなしく言うことを聞くなんて、温泉効果すごいです。殺すぞ。すみません、自制心がゴリッパになりました。それって褒めてないわよね。いいでしょう。よろしく。やってみせるわ。落ち着いて。チョコマ、動きすぎです。
会員募集中です。なんてこと。いいでしょう。よろしく。やった！なんてこと。雇用施設に行くにはこの崖を越える必要がある。吊り橋のロープが切れかかっていますね。ならトランスポートを使った方が良さそうね。待て、トランスポートは使うな。何か危険があるの？私が渡れない。越えていくぞ。ダメですよ、狩りにも同感ですし。
今回の引率者なんですから。仮じゃなくて上官だぞ。もっと敬っていいんだぞ。まあ、浅見さんは置いておくとしても、今後軍の職員さんが利用するときにこのままだと困りますね。置いておくなよ、悲しいだろう。じゃあ僕たちで吊り橋を修理するってことかな。でもロープなんてないよ。この辺りならカラムシって草が生えてるから、そいつの茎を使ってロープを作れるぞ。やり方を教えてやるから、お前らやってみろ。これで渡れるようになったでしょうか。どれどれ、うん、私が乗ってもしっかり安定している。いい仕事だ。手作りロープなのに僕が引っ張ってもびくともしないね。私の教え方がうまかったみたいだな。いえ、ミーナさんが実演して見せてくれたおかげです。手際も良かったし、どこで覚えたの？昔の大島家では夏場の草履とかを自分たちで作っていたので。製品か、悪くないな。手作り草履とは残すべき日本文化ですね。ニーナさん、基地に戻った際にはぜひ日本伝統文化保存同好会に入会を。考えておきます。さあ、先に進むぞ。あちゃあ、キャンサーが道を塞いじゃってるね。あのキャンサーを殺せば目的地に着くんだろう。さっさと殺すぞ。そうですね、ニーナさん、どうしますか。避けて通ることは難しそうですね。倒しましょう。お前ら、悪くない動きだったぞ。お前は見てただけだろ。ただ…いや、なんでもない。それより、あと一息で保養施設だ。まだ歩かなきゃいけないのね。着く頃には夜でしょうか。早くお湯に浸かりたいですね。到着までにあと何体のキャンサーを殺せる。マリアさん、一人だけ楽しんでいますよね。
よく頑張ったな、お前たち。ここがセラフ部隊保養施設、白王の湯宿だ。やった、着いた。これが日本のテルメか。立派な建物ですね。外側を囲っている壁はドームの外壁に似ていますが。まあ、キャンサー素材の壁だ。せっかくの保養施設を襲われちゃたまらんからな。すぐにでも温泉に入りたいわ。ええ、参道の行軍で汗もかきましたし。どうかした、ニーナさん。いえ、温泉に来た割には温泉の匂いがしないなと。そういえば湯気が立っている様子もありませんね。よく見たら建物に電気がついてないみたいだけど。保養施設には専用の職員が常駐しているのではないのですか。事件の予感、すでに殺人事件が起こっているのでは。いや、単純に無人だ。おい、どういうことだ、説明しろ。まあ、ついてこい。これは立派な露天風呂ですが。水ね。これが日本のテルメなのか。先日ここの管理をしている職員から連絡があってな。施設の近くにキャンサーが徘徊し始めてから温泉の湯の温度が下がっていったそうだ。そしてご覧の通りだ。温泉がただの湧き水になってしまった。非戦闘員の職員は安全のため退避。セラフ部隊による調査並びにキャンサー討伐が必要になったというわけだな。慰安旅行でしたよね。待ってください、今の話にはおかしなところがあります。セラフ部隊による軍の施設の奪還なら正式な作戦任務になるはずです。なのにわざわざ慰安旅行と銘打ってここまで来ました。いえ、来させられたと言うべきでしょうか。探偵っぽい。名探偵です。えへん。浅見さん、このこと手塚司令官はご存知なのですか。まさかこの人。いや、最初は手塚に相談したんだぞ。ちゃんと私が先にいろいろ調べて、施設周辺は今のセラフ部隊なら誰でも問題なく対処できるキャンサーしかいないことも分かっているんだ。なのにあいつ戦略的に重要ではないの一点張りで融通が効かなくてな。私の見立てでは源泉でキャンサーが何か悪さをしているんだと思う。だからここいら一帯のキャンサーを殲滅すれば温泉が復活するはずなんだ。ここにいるお前たちはみんな温泉好きだろ。分かってくれるよな。
キャンサーを殺してテルメが。いい旅行だ。一人だけ満足してます。ニーナ姉さんは温泉を堪能してるのかな。肌に磨きをかけてるといいんだけどな。何度くらいの暑さの温泉なんだろうね。50度くらいあるのかな。一瞬で茹で上がるぞ。温泉に入りに来たはずが、シャワー浴だなんて。汗は流せましたが、釈然としませんね。がっかりという言葉も控えめだわ。まあまあ、逆に考えようよ。ここまで落ちたら、あとは上がるだけだよ。キャンサーを殺せばテルメが復活する。わかりやすいな。マリアさんの一番現状を楽しんでいますよね。殺すぞ。ごめんなさい。一刻も早くキャンサーを倒しましょう。ですね。でも無人の保養施設では食事に期待できそうにないですからね。アサミさんが任せておけって言っていたけど。不安だね。食事の用意、時間がかかっているな。推理小説でしたら第一の犠牲者になっている頃合いでしょうか。アリバイ工作の線もあるわよ。あ、いけない。ニーナさん、何してるの？
シャワーの後のスキンケアを忘れていました。あ、私もしておかないと。二人は美容に対する意識が高いね。ニーナさんは軍の雑誌でモデルをしてるんだよね。心構えとかあるの？そうですね。自分がこの世で一番美しいと信じ続けることでしょうか。分かってはいたことだけど、こうも強く断言されると言葉の圧がすごいわね。もちろん美しさの基準は人によって違います。だからこそ自分が心から美しいと信じるあり方を誰よりも強く貫き通す。そうすることで自分を美しく保つことができるのです。あと、自分の美しさを見てもらいたい人がいる。それが一番の美容の源です。一貫しているな。筋の通った人間は嫌いじゃない。知恵さんと似た哲学をお持ちのようですね。よろしければ皆さんも少しお肌を整えてみませんか。この化粧水と乳液をお貸しします。せっかくですのでご教授いただきましょうか。私あまりやったことがないので、プロのスキンケアに興味あります。プロじゃないですよ。そう難しく考えないでください。興味ない。そう言わずにマリアさんも一緒にやりましょう。せっかく綺麗な肌をしているんですから。うん、僕はいいかな。スタントで肌はもともと傷だらけだし。その傷も化粧で隠すことはできますよ。いいんだ、古傷は僕のスタントウーマンとしての誇りだからね。傷の数だけ主役を守ってきた証さ。傷か。でもしっかりスキンケアをすれば肌の弾力も保てて丈夫になるわよ。そうなの？じゃあやってみようかな。はい。では皆さん、この化粧水でパッティングから。お前らってなんかいい匂いがするな。化粧か？スキンケアです。若いんだからそんなこと気にすんなよ。それより準備ができたぞ、ついてこい。ここで食事をとるのですか？え？いや、こいつの準備ができたんだ。ゲームの筐体？レーシングゲームね。型は少し古そうだけど。職員が退去した時に電源抜かれてたみたいでな。セットアップからやらなきゃいけなかったからちょっと時間を食った。食事の準備をしていたんじゃないんですか？飯？いつもの軍用レーション持ってきてるから封を開けたらいつでも食えるぞ。慰安旅行なのに。
ナさん、もうまともな旅行は諦めましょう。これが日本のテルメにあるという古のゲームか。本当に用意されているものなんですね。お、海外舞台の2人は興味津々か。ちゃんと舞台全員で楽しめるように6台つなげてあるぞ。ここに来たセラフ部隊たちはこいつで遊んで親交を深めたもんだ。やってみる？レース相手を殺せるのか？それもうレーシングゲームじゃありませんよ。殺せはしないが、アイテムをぶつけてクラッシュさせることはできるぞ。本当に親交を深められるゲームなんですか？時に喧嘩をするのも仲を深めるために必要なことだ。このシリーズ携帯ゲームにもなっていたやつだよね。こんな大きな筐体でできるなんてワクワクするな。あまりゲームというものは立ちなんでいませんでしたが、これも日本が生んだ文化の一つですね。ゲームをするんですか？お前はしないのか？だったら私が入るぞ。やります、私もやります。全車ピットでエンジンを吹かせながらスタートの時を今か今かと待ちわびている。電車一斉にスタート！スタートダッシュをかけたのは桐生だ！どうして私の車だけ速いのですか？いいタイミングでアクセルを踏めばスタートダッシュができるんだよ。初めてなのに桐生さんすごいね。さあ、最初のカーブの先にアイテムボックスが見えてきた。なんだ、良ければいいのか。やった、マリアは華麗なハンドルさばきでアイテムボックスを避けた。バッカで。ああ？マリアさん、さっきの箱に当たるとレースを有利に進めるアイテムが手に入るんだよ。そんなものなくても速いやつが勝つ。紙のことわし？このボタンを押せばいいのかな。俺の車が爆発しただと？アイリーンが前方追尾型の妨害アイテムでマリアをクラッシュ！とんでもないことをしてしまいました。こういうゲームだから問題ないよ。というわけでマリアさんごめんね。緑の亀のことわし、えりゃー！松岡の追撃、マリア再びクラッシュ。殺す。すみません、すみません、もうアイテム使いません。ダメダメ、勝負は非常にならないと。全力を尽くすのが礼儀だよ。好きなだけぶつけろ。無理です、絶対に無理です。さあ、依然トップを走るのはスタートダッシュをしたキル。ドリフトをしているぞ。どうしてボーリング滑りながらスムーズにカーブを走れているんですか？操作方法をろくに知らないのに、なんとなくで最適な走りをしている。これが 30G の実力だ。一方で遅れているのは東条とニーナ。このゲームは順位が低い方がより強力なアイテムを手に入れることができるのよ。情報員姑息だ。作戦かもしれないけどとにかく姑息だ。そういうゲームでしょ。
体を傾けるんじゃなくてハンドルを回せ。さっきからずっと壁にぶつかってるぞ。こんなゲームやったことないんですから仕方ないじゃないですか。間違えてまたマリアさんを苦しさせてしまった。ゲームでは全力が殺す礼儀だ。気にするな。殺す。どうやらこの保養施設での最初の犠牲者は私のようですね。キリュウさん見つけ、背後捕らえたよ。キリュウ、ミュチュードリフト、近寄ったら弾き飛ばしますよ。うわ、ハンドル握ったら性格変わる人になっちゃってる。正気、ここでダッシュパネルを踏んで棘の生えた青い亀の子魂発動。これで戦闘のキリュウさんをクラッシュさせる。うまくいけば松岡さんも巻き込むわ。おお、やっぱり高速だ。作戦がとにかく高速だ。そういうゲームでしょ。亀の子たわしごときがこの私に追いつくとお思いですか。すごい、ミヤちゃんドリフトを駆使して一切スピードを落とさずに亀の子たわしから逃げている。逃げているのではありません。亀の子たわしが私についてきているだけです。礼儀、殺す、殺す。相手のボックス、新しいアイテムをちょうだい。曲がれました。壁に一度もぶつからずに曲がれましたよ。え、ああ、全く見てなかった。工場、剣闘武術祭を思い出すのでやめてくれませんか。1位は先輩の威厳を見事に見せた桐生だ。でも本物のハンドルは握るなよ。はしたないところを見せてしまいました。2位はアイリン。ラッキーだけでよくここまで走り切った。感動した。すみません、すみません、すみません。3位は登場。アイテムの使い方が姑息だが、まあこういうゲームだからな。お前は悪くないぞ。じゃあもっと素直に褒めてもらえないかしら。4位は松岡。トップ争いしてたのにどうしてゴール直前崖にコースアウトした。車に乗って崖が近づいてきたら飛び降りなきゃって思っちゃうよね。お前も本物のハンドルは握るなよ。5位はマリア。アイテムを使わずあれだけクラッシュさせられれば、まあ頑張れ。殺す。ニーナ、かわいそうだから順位を言うのは控えるが、もっと努力しろよ。全く慰めてませんよね。夕食が本当に軍用レーションで終わるなんて。せっかくの慰安旅行だったはずなのに、
散々ですね。いえ、姉さんたちが巻き込まれなくてよかったと思うべきでしょうか。こんなことになっちゃったけど、楽しい休暇になるといいな。混浴、まさに日本伝統文化の極み。おや、このレーシングゲームのランキング1、アキコアサミとなっていますね。そんなことより、もう一戦付き合え。どこに行ったのでしょうか。あさみさんでしたら、お酒の瓶を持って外に行ったみたいですよ。え、お酒？もう夜だし、そのくらいいいんじゃないかしら。それはそうかもしれませんが、キャンサーの外壁があるとはいえ、万が一のこともあります。連れ戻してきます。桑の実は花なき蝶の寄捨て酒。やっぱり来ないか。もう私は戦えないんだな。わかりきっているのに。お酒のこと、注意するのも美しくありませんね。